はい、皆さん、トライアングルです。おそらくね、まあ、サムネとか見てもらったら、うお、マジかって多分思った方もいるかと思うんですけど、僕も同じです。はい。なんと今回、鬼化、姫島さんがついに登場。さらに、姫島さんの、2の方、天面砕きですね。が、登場ということで、今回ちょっとそちらを紹介していきたいなと思います。はい。まあ、今までですね、月国より一鬼、そして、富岡義勇鬼が追加されていたんですけど、こちらです。姫島行明鬼。待ってました、姫島さん。姫島さんが鬼になったらどうなるのっていうのと、あと見た目ですね。見た目、まだ私実は見ておりません。はい。一応ね、天面砕き自体は見たんですよ。でも、それは鬼化して、この姫島さんの武器がね、見た目もリニューアルしました。はい、パンダンさんありがとうございます。で、この鬼化してからこれで撃てるらしいです。で、まだ今これ鬼化してない状態なので、これ撃とうとしても、はい、これウィップになってますね。使えないんですよ。鬼状態じゃないと使えません。まあ3の方のね、玩具の破壊は使えます。はい。で、なのでまだちょっとこれ姫島さんの鬼自体は見てないので見ましょう。はい、では行きます。いや、緊張するね。3、2、1。はい。おお、うわ、かっ、あ、ちょっと待って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 、うわ、メムかっこいい。え、ちょっと待って、それよりさ、いや、メムかっこいいんだけどさ、これ手手手手手手、ほら見て見て、ちょ、これ取れるかな。ちょっと待って、すごい、ちょっと興奮しすぎて、興奮がやばい。これ取ってさ、ごめんね。取っちゃうよ。取っちゃうよ。あ、これあれか。あの角を使ったんだ。なるほど。これかっこよくない？これ。ほら。手の感じ。わ、細かいなぁ。で、目から、これ血ではないよね、多分。わ、鬼っぽいわ。で、強さが体力340。姫島さんが250とかだったっけ？な、おそらく、まあ、おそらくってか当たり前だけど、まあ、鬼化して強くなってる。でも、前動画で言ったように、おそらくなんですけど、その鬼化してすぐの状態だから、その、白磁から赤座ぐらいの強さとか、何百年と経たないと、それぐらいの強さにならないっていうことで、多分、ちょっと強くなったぐらいの強さにはしてると思うんですよね。だから、道勝から黒死亡ってさ、何百年ではないか。あの、道勝から黒死亡に関しては。すごい時間が経ってる。状態で、60年とかだったっけ？うん、それぐらいで、あれぐらいの強さになってるから。うん。じゃあちょっと、まず一回ちょっと、こちらの鬼化姫島さんで、一回退出してもらいます。あの、後で戦わせます。後で戦わせるんですけど、一回、天命砕き、撃ちたいと思います。ではまず、鬼化します。鬼化して、このように。まあ、いろいろまだあるんですけど、これもウィップですね。はい。で、こちらです。天面砕き。こちらは、国死亡戦に、まあ、基本的に姫島さん国死亡戦だと思うんですけど、国死亡戦に使って、上に投げたんだったかな、確か。それに投げたやつを姫島さんが足で鎖をギュッて引っ張って、その、軌道を変えて、国死亡に攻撃したっていう、まあ、技なんですよ。これをちょっと踏まえて見ていただければなと思います。いきます。3、2、1、ほら、うわー、すげえ、すごくない？この石もさ、ちゃんとほら、ここで落とすんですよ、こうやって。え、ちょっと待って、やばすぎんか？これちょっとさ、岩盤じゃないとこで見た方が分かりやすいかも。こことかでやってみるよ。いくよ。はい。ほらー、落ちて岩がガラガラガラって落ちるの。これも岩もダメージ入るのかな？もしかしたら。やばー、じゃあちょっと火力見てみましょう。今一応鬼化してて、で、進捗がもうマックスですね。柱になって鬼化一回してる状態で、どうしようかな。まあ、ちょっとごめんね。イグロさんちょっと試してみようか。イグロさんに撃ちます。はい。天面砕き。どうだ？あ、この間、動きを止めることができるんだ。わーお！強くない？だってこれ多分、これさ、もしかして、ちょっと一回さ、サバイバルモードにして、かかってこい。来い。来た！んで、ほら！
ばい、これちょっと待って。ほら、動けないんだ、これ。待って、強すぎん。ほら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 、動けない。これ今ちょっとかなり適当にやってるけど、敵をこうやって捕捉するんだ。いや、これ強いぞ。ああ、ありがとうございます。平和です。僕の生活はいつも平和です。だってこれ、一応まあ、すごい強い鬼殺隊たちですよ。皆さん知っての通り、本当に強くなった鬼殺隊たちですね。あ、やばい。ちょっと待って、壊しちゃったか。大丈夫かな、これなんかレッドストーン。あ、壊しちゃった。まあまあ、ちょっといいや。バックアップ取ってるから。バックアップ取ってるから多分大丈夫だと思うんですけど、そのすごい強くなってる鬼殺隊で、こっちは柱だけで、あざものにもならず、鬼の血1個で、しかもかなりもう適当に戦ったって言ったらあれだけど、こうやってほらジャンプしてさ、で、通常攻撃でこうやって逃げたり、することせずに、呼吸操作しようともせずに、この、天面砕きだけで、今、あれだけ、イグロさん相手にダメージを与えたっていうことなので、しかも何より動きを止めれるって強くない？で、しかも上から降ってくるんでしょ？これやばいですね。ちょっと戦ってみようか、じゃあ。姫島さん鬼と、じゃあイグロさんやってみようか。いきます。はい、やばいぞこれ。いきます。でもイグロさん強いからね、鬼に対しては。さあ、ついに本番でございます。さあ、玩具の肌へ。玩具の肌へを打ってからの天面砕きはいつ来た。天面砕きからのさらに玩具の肌へを打っていく。どうなんだ、相手はイグロさんぞ。いくら鬼か姫島さんといえど、そんな簡単には勝てないとは思うんだが、さあどうだ。いや、結構やっぱり強いな。イグロさんはやっぱり強い。これかなりダメージ与えてるんじゃ、今結構さ、イグロさんいい感じに戦えてなかった？普通にさ、何回もあざものになって攻撃し続けてたよね。対鬼に関しては、イグロさん本当に強いんですよ。なあ、鬼殺隊同士の戦いでは、イグロさんはちょっと、ね、負けることは多いんだけど、やっぱり、アザモのイグロさんって本当に鬼相手に僕の中ですっごい強いイメージで。じゃあちょっと、ごめんね、悪いけど、カナオちゃんでやってみようか。まあ一応柱にはなってるので、強いは強い。けど、まあイグロさんとか柱よりかはっていう感じだけどね。まあでも今、うまく避けましたね。天面砕きを。さあ、そして天面砕き。動けないのが大きいね、これ。ちゃんと鎖でさ、こうやって動けなくして、上からさらに降ってきて倒す。で、その間に、止めてる間に、玩具の肌絵で攻撃してたら、体力35しか食らってない。姫島さん、あなた強すぎるさん。やばい。これはさ、僕自身、鬼化して、まあもちろん最近ね、皆さん知っての通り、こういう感じで僕が、僕自身が鬼になって、無惨を倒すというものをやっていると思うんですけど、義勇さんの時に言ったと思うんですけど、今度はかなり期待できると言ったんですよ。次は無惨様を倒せそうな気がしますって。これです。この、天面砕きと、玩具の肌絵。この二つを使えるので、で、ちょっと待って、なんかさ、ちょっとマリオ、弱体化と移動速度低下って出てるんだけど、これは、おそらく、僕にかかっちゃってんのかな、これ。これどうなんだろう、これ、僕か、ちょっと待ってね。ミルク入りで切る。あ、切っても切れない。あれ、でもそんな変わってないよね。これ、あ、わかった。相手にかかってんのか、これ。おそらく。これで、これがおそらく、弱体化と移動速度低下がこれ相手にかかってますよって意味なのかな。で、今バグでずっと出てしまっているみたいな。いや、強いわ。はい、ということで今回は、鬼化した姫島さんが、まあ天面砕きが追加されて最強の鬼化姫島さんが誕生しましたね。いやー、これはマジですごすぎる。ちょっとこれね、おそらく鬼化姫島さんの塔は出すと思います。義勇さんの場合はね、そんなに塔のボスにするほどではないのかなと思って一旦ちょっとやめてたんですけど、今回は、まあ、近々ですね。
あの鬼か姫島の塔を出してまたちょっと鬼殺隊で挑んでみようかなと思っておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。そしてまあ多分明日かな、明日か明後日ぐらいに僕自身が姫島さんの呼吸を使って無惨様討伐を、目指してやっていきたいと思いますので、いつもの感じですね、前編後編だと思うんですけど、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。そして、今回制作してくださったオルカ様のチャンネルは、もちろん、概要欄に貼っておきますので、ぜひまあ多分僕のねチャンネル見てくださってる方で、見てね、登録してない方はぜひいないと思うんですけど、ぜひ登録して、くださいませ。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。